こんにちはソッックニッターのまゆみです今日はこちらの赤い靴のひなちゃんさんのフットカバーを編ませていただきたいと思います。こちら三族とも赤い靴のひなちゃんさんから実はたくさんいただいてて、この絵をサンプル代わりに編んでくださいました。家族3人で使いたいと思います。私のはこれなのでこれで説明したいと思います。こちらは、えー、っと、 ちゃんとね、こんな風にラベルもあってレギアさんのツイードグレーのものでこのポチポチがこう入っているものですでここのところが引き返し編みをしたので分かりやすいように入れててくださったそうでこんな感じでここからこう足を入れるとねここをこうスパッとこう開いて全部ね柄が違うんですよこんな透かし編みとこんな透かし編みと。 これなんかねなんかこの色の代わりにね負けてしまうんじゃないかと思いきや綺麗に出てますねこんな感じで今日は私は透かし編みここができないのですが面白い編み方なのでこれをね紹介させていただきたいと思います赤い靴のひなちゃんさんなんとフットカバーを100足以上もうなな何百足かな分かんない100足以上編まれていって いいいろいろ研究されていますで私が去年かなまねっこしてこっちから編むバージョンでこうしてみたんですが今年はますますねリニューアルしてここは高くなっていたりして、えー、とその編み方を教えていただきました。で 赤い靴のひなちゃんさんはこれにね是非みんなで編んでみていろいろねアレンジしてもらってこんな風なのがいいとか自分の足にフィットするのとかこういろいろみんなで編み合いっこしてみたいということなのでここで発表させていただいてみんなで編んでみんなでコメントしちゃいましょうという楽しい今年の夏のフットカバーはこれで決まりという感じですね。というこれが私のでお次。 こちらは？よくコメントくださるか、まゆりちんさんの手染め糸です。いや、いつも可愛いのをね。youtube もされててね。いつも可愛い色をチョイスするのですが、この黄色いいですね。薄くってあの？どぎつい感じもなくで、この緑とオレンジがね。 際立っててこの入り方もね。面白いですね。いっぱいだし、あの飽きない感じですね。編んでると楽しいと思います。このままこう編んでも楽しいし、こんな風に柄を入れてもいいと思います。これはね母親用です。で、ここ引き返し編みしたところ、あとね。ここにも引き返しが入っているのですが、色を変えないとこんな感じですね。で、こういう。 いやーこれが一番複雑かな。面白い柄が、この葉みたいな柄が入っています。ああ、かまゆりちんさんの糸がこう繊細な感じで、これピチッとしてますね。こっちはね、ふわふわ柔らかく、あったかそうな感じ。これはきちっとしている感じ。足にこうフィットしそうですね。そして、こちらはレラーナの。 えーとスーパーウォッシュバージンウール75%ポリアミドン25%でこの柄のものです。これはねもう断然姉にプレゼントしようと思っています。一番姉が似合うと思います。<laughs> 柄が変わっていくのもかっこいいしこのプツプツしたのをガーター編みするとすごい楽しいですよね。これは大きな柄が2つ入っている感じで。 もう何回も編んでるからさこの深みがすごいよねいろんなのどういうのを合わせればいいかみたいなのがよく分かってらっしゃるなと思いますでここはね「まん丸まる,まるつま先」の逆バージョンをして編むそうなので私のを使っていただけて嬉しいですお柄合わせもバッチシですね素晴らしいこれを昨日片っぽだけ編んでみました 私が編むとこんな感じ <laughs> えっと黒で編んだのでちょっと見えづらくて大変だったんですが私が編むとちょっとここはね高くなっちゃったんですがでここを短めに仕上げてみましたでちょっと着が出るかわかんないんですがここが短いのでこっちの方が伸びてここが甲のところがよく空いててちょっと涼しいかなとは思います。 で、ここの深さがあるので、脱げづらいかなと思います。でも、初めて編んだので、どんな風に編むか説明をするというだけの動画にしようかなと思います。で編んでる間に、いろんなインスピレーションが湧いて、あ、これやってみたいあれやってみたいって、こう、早速、それをね、赤い靴のひなちゃんに報告していいですよっていうことなので、いろいろ試してみたいので、えっと、これから動画にいろいろしていくと思います。お楽しみに。で なんとこの靴下ソックあフットカバーここから編みます。衝撃的。私はつま先から編むんですが、ここから編むんですよ。なので、ここから編んでこう。引き返し編みをあ見えるかな。この黒い黒い部分を最初に編んだんです。こうね。ガーター編みでで、その後こうだんだん広がっていきます。で、ここをガーター編みで編んで。 でここにも引き返し編みがこんな感じですね引き返し編み引き返し編み入っていってでその後ここねあの足の裏は2目細編みこれがねキュッとさせてくれていいなと思うし、えっと、フットカバーをさらにこう締めてくれて脱げづらくなっていると思います窮屈さとかはないです30目なので一応余裕があります。 で私はねここを、えー、と何の柄も入れずに編んでしまったのですがでちょっとほら外屈のひなちゃんさんのより短めに仕上げてみましたでまん丸まる,まるつま先を編んで最後メリアス履きという感じです流れ分かったでしょうかではここを編むシーンから取ってみたいと思います今回使う糸はレラーナフロッテソック ブラックというものでちょっとしかなかったので足りるかなと思って編んでみました、えー、と片っぽだけで 18g だったので、まあ、40g あるといいと思うし 40g しかないよという時にはこれを編んでみるといいんじゃないかなと思います番号は1194ですで使うのは2 5 m、mm、m、まあ、1号針の 80cm の輪針で私は編みます赤い靴のひなちゃんは、えー、と5本針で 編んでらっしって、えっと、お深みもそれにして3本くらいでそれで編んででこのくるくるもね5本針で編んでらっしゃるんですがそれなのに境目が一切ないってすごいですよね私だとなんかここにこうライン入っちゃうんですけどねじっくり見たんですが見つからなかったんですよごめんなさいね赤いくになっちゃうあのこうアップにしてしまってでも素晴らしいなと思いますあと こういうふうにピタッとして乾かす方法もあの後でね、ソックハンガーの形を見せていただいて教えていただこうかなと思います。私のソックハンガーに入れたらこんな感じにはならないかと思うので、ちょっとそれも楽しみですね。いいね、視聴者の方同士でこうみんなねあの、靴下を研究し合って、高め合って、嬉しいですね。ではえー、と ここの部分を作っていくのですが、指にかける作り目で作るっておっしゃってたんですが、私は1個目は編み進める作り目でしてみました。そしたらこんな風にピローンっていうのが内側に入っちゃったので、ちょっとこれだとね、まあ邪魔にはならない、履いても邪魔にはならないんですが、かっこ悪かったので、ケーブルキャストオンでしてみようかなと思います。えー、っと、ここの深さが、深い方がいい方は26目。 でえっ、ー、とそんなに深くなくてもいいよという方は25目だそうですで私は今回26目でやってみ、ま、見たので26目でね1 0ンチくらいになりましたこれね見てみて作り方が分かったらいろいろアレンジしてフットカバーって本当に人の足の形がね重要だと思うので自分に合うように えっと変形しててととといいううことなのでやってみようと思います、えー、とまず1目目はスリップノットを作って2本入れてキュッと締めてこれはケーブルキャストーンの説明になって申し訳ないんですがバッテンにして1目編み進める作り目をして1目目と2目目の間に針を入れてあとでね ここ拾うのでちょっと緩めにこの間に針を入れてケーブルキャストをんで私は26目を今回は作ってみようと思います。あ、でねこの糸端をねなんか中にぐちゃぐちゃってこう入っちゃうんですけどそのままにしておきました。<laughs> えっとどっちから始まったかわかんなくても大丈夫だったしえー、っと糸始末が結局中に入っちゃうので適当でも大丈夫でした。 なんてズボラなんでしょうえー、26目作ってきますで、そのまんまガーター編みを22段編みますで、22段編むときに11ポコポコこれがねポコポコっていうのはこっちとこっちがで1個つまり2段なんですが22段数えるのが大変なら11ポコポコで数えるといいと思うんですけど私は ポポコポコこっちに11でこっちに10だったりとかして <laughs> ちょっと怪しいので、えー、ダンスカウンターを入れて数えてみましたなのでどっちから始まってもいいと言ったのはそれですねと途中でこれを入れて編んでいきたいと思います、えー、26目作って22段編んできます 26目22段。ガーター編みをしてきました。ちなみに端っこは滑り目をせずにそのまま編んでいます。ひっくり返したら糸を奥にしたまま編んでいます。で、このここはポコポコしている状態になっています。え、こっからこっから靴下になるのって思って <laughs> すごい。なんか、昨日はアハ体験をしましたね。1 0ンチの。 4センチ、それがここの部分になります。で、こうですね。こうですね。で、この周りをこう今拾っていきます。ちょっとこれの方が分かりやすいかな。あ、りがたいですね。このオレンジの部分を今から編んでいくので、この周りをぐるーっとしていく感じですね。で、今糸がつながっている方からこっちに向かっていきます。 で、うん、5本針とかの方はここまた違う針にすると楽なのかなと思います。この糸がつながっているのをそのまんま。こう引っ張ってこのポコポコとポコポコの間に針をこう入れて1目編むという感じにして11目拾います。ちょっと確かめてみますね。ここを拾わずに。 ここか12345678910であとねここの角っこを拾って11にしたいと思います。ここの間に1目。えっと渡ってる糸1本分でも全然穴っぽくならなかったので間違って2本拾ってもかといって穴っぽくもならなかったので。うんこの 縦にポコポコしてるのの間にこう針を入れて1回って数えながらいくと11目間違わずに拾えると思います。22段編んで11ポコポコ表も裏も11ポコポコあるのでポコポコの間を拾うと11目になると思います。ちょっっと今やってみますねで 足りなかったら黒い糸で申し訳ない。端っこをもう1個角っこを拾うといいと思います。24。4やとここの端っこ。を拾って角をピッと出す。ここができました。おそらくここ今一番下かかとの一番下を編んでいます。こう言ってで今度はこっちですね。なので、この糸端がね。内側になるので。 ちょっとここにある場合にはこの中に引っ張ってくるとそれだけで糸始末完了でいいのかななんてズボラな私は思っています。これ多分履いたら外には出てこないと思うので次はここです。最初に、えー、とケーブルキャストオンをしたところですね。ここを5目拾います。これも、うん 私はここをこう拾っちゃってもいいと思うんだけど今ピンクが出てきてるところの隣からそこそこを拾ってもね同じとこに目ができちゃうのでその隣から横に渡ってる糸裏編みっぽいところでねえっ、ー、と編み進める作り目の時にはここに全く動かない目があったんですよえーとねこの端っこの大きい のじゃなくてその下の段あたりにあるものでいや真っ黒で見えませんよね。えー、っとどこか1個動かないところをこうやって拾ったんですよね。でも別にここでもケーブルキャストオンのとこでもいいと思います。ほら別に穴っぽくならないしあのねガーター見て結構そういうの見えなくていいんですよね。12糸終わっちゃった。でも大丈夫かと思います。3 4 こうをで11目と5目拾いまここから戻ってこっちに行くのですがここ端っこダブル目にして編んでいくといいそうですでもダブル目しなくても意外と目立たなかったのでそれもありかななんて思いますちょっとしないバージョンでやってみようかなじゃあ。 えーと糸を向こうに持ってって表編みみたいに拾ってこれが1目目2345でそしたらさっきの11目がで出てくるのでここはね真ん中まで拾うことにして12345こっちに10目あります。ここにねループを作ろうと思ってるんですよ この長方形のこっちとこっちをだんだん同じ目数ずつ拾っていくのでここ真ん中にしてもうダンスカウンターはいらないっちゃいらないんですがではさっき残しておいたまず6目を編みます123456で5目編みます 1, 2, 3, 4, 5, 3 4 5でひっくり返して表編みみたいに拾って滑り目で今引き返したのでここに間が空いてるのでここからいつも5目進むんだなっていうのを覚えておくと分かりやすいかと思います。 こっっちは拾ってないのでいいつも拾ってないところに来たら5目進むで確か26目あったので5を5回やって最後はね6目拾おうかなと思います。25目の場合には5回で終了ですね。面白いですね。ここでかかとの後ろのここのまっすぐじゃなくてちょっと ポコッとこうなっているる部分がでできると思うんですよなのでここを細かく何回もすればするほどここビヨーンって出てきて、えっと、ここの高さがあると脱げづらいかかとの、うん、骨が大きい場合にはここを何回も引き返ししたりすれば面白いのかなと思ったりもします端っこまでいったらあと5目拾うさっき言った見えづらいですがあの伸びないところを あ、端っこでいいんだっった。端っこをね私は拾います今回123ああ断然拾いやすいですね45あらでもね大きい目だなあーもうちょっと下のところをやっぱり拾おうかなだから指にかける作り目がいいなーってひなちゃんさん言ってたんですね このちょっと一段下の形見み,みたいなところ同じ場所を拾えば26目が目数が変わらずにいくと思うのでちょっと真っ黒で申し訳ないんですがここを5目拾って2白やと2 4、あと1目ですね。 と向こうに持って行って。表編みをするように針を入れて滑り目をして。戻っていくという感じにします。最初のガーター編みは？ここの時のガーター編みは滑り目をしないで、あとはみんな滑り目をするので、そこだけ覚えておくといいと思います。もしシャドウラップとか、えっとラパンのターンとか。 ダブル目とか引き返す時にできる方はするといいと思いますではここをぐるーっと編んできます26目全部を拾うとちょっと1センチくらいの厚みのあるぷっくりしたものが出来上がりますこっちがかかとであっちがつま先という感じになると思いますちょっと斜めになっていますで、えっ、ー、と 2時6足す6でこっちが32目でこっちが31目という状態でここマジックループで私は引き返し編みをしていきたいと思います。でここから先はこんな感じでガート編みを続けていきます。で最後にまた引き返し編みをするのでそれ今の引き返し編みがちょっと難しいなって思った方はそのまま30 段段から8段自分の足を入れてみてかかとがここにこう入るかどうかの間隔で段、えっと、段から8段編まれるといいそうですで私は、えっと、ここの引き返し編みをもう一回ねこ,こんな風にねもう一回入れてみたいので30段編んでいきました。で15ポコポコって数えてもいいし、えっと、また私はダンスカウンターを入れながら30段編んできます。 30段編んできましたここがかかとの後ろでここが底ですね。で今この状態ですね今からここが履き口になってこの引き返し編みのところを編みたいと思います。私の場合は30段で後ろからここから数えて8センチくらい。 でこの底、かかとの底も全部合わせて深さが12センチくらいになっています。でここはポコッと引き返し編みでちょっと斜めにこうなっている状態です。でここのね引き返しをするとなんか足首のこう入ったところがこうスッキリするそうなんですよ。多分しないとここがツンとなるとかそんな感じじゃないかなと想像するんですがここの部分を作っていきたいと思います。 でちなみにこの段数カウンターは3のとこにこのチャームをつけてて今0をやってるので30という感じです。で、あ、あとどっちを内側にするか問題なんですがなんかこっちとこっち今から奇数段を編むんですがそっちを内側にしてこう見ると綺麗なのでこっち外側にしようかなと思っていて 綺麗な方を外側にしてあの作り目をした方を内側に隠すといいと思います。この作り目をした方をで糸始末糸端がこっちに出ちゃってるのでこれを中に入れて何かとじ針でもいいしこっちに持っていって。で これをちょっとほぐしておくといいと思うんですよね。バサバサに。そうすると表にいきづらいと思います。でもう短く切っちゃうと表に行っちゃうのでこのままにして置いておこうかなと思います。履いてもね、そんなに気にならないと思うので。では、ここを引き返し編みしていきたいと思います。引き返し編みする時にどこを引き返すか分かりやすいようにこんな風なマーカーが 2つあると便利です同じの2つでもいいんですけど今手元にあるのがこれだったのでえー、っと最初こう編んでいって5目残した状態で引き返しますなのでこれも外しつついきたいと思います最初は表編みみたいに針を入れて糸を向こうに持っていって滑り目12って編んだらこのマーカーのところはなんか変な風にしちゃったのでちょっと。 こうして戻しますねでマーカーを外しますあれあ、通っちゃったかと思ったマジックですでも数えることはないのでしまいます今のところ、えー、何目になっているかというと 私の場合は二十六目二十六目十一目二十六目二十六目十一目で五十に足す十一で六十三目になっています。残り五目になりました。その直前まで編んでいます。こんな風に。でここで引き返しをします。糸を手前に持ってきたままで滑り目をして。 こっちに糸を持って行ってダブル目でこれを入れて1、2、3、4、5目のところにマーカーをつけておいて後でここでまた引き返します今1回引き返したのであと2回全部で3回6段編むことになりますもう片っぽでもしたいのでマーカーを取っておきました そうじゃないとこういう黒い糸私が今回黒い糸を選んでしまっただけなんですがどこで引き返したかなってなるのであ,あガーターを外した時にはまず上の目を拾ってあそのままでしたね手前にある場合は裏編み奥にある場合は表編みをして直すといいと思いますでこう持って、 本当にマジックループみたいな感じでこれまっすぐにして編むことも可能っちゃ可能なんですがここは伸びてしまいそうなので私はこんなマジックループでしていますでももちろんね5本針が楽だよという方は5本針もいいと思いますではこっちはこっちも残り5目になるまで編んでいきます これを見てね、あ、ちょっと大変そうだなと思った場合には、あと6段、え、カ編みをすればいいと思います。自分の技量に合わせて、自分の足にも合わせていくと楽しいと思います。5目残して、ひっくり返して、糸を手前にしたまんま、滑り目をして、糸を向こうに持っていって、この赤じゃなくって、黒2本にします。 これがダブルになってるので、ダブル目であと1234編むとこのダブル目入れて5目ということになるので、ここにマーカーをつけておいて。次はここまで編んだら。ダブル目をするという感じです。ちょっとここのところも取っておきます。マーカーのところまで。編んで。で、マーカーを外して。 繰り返してダブル目を作って4目でマーカーをつけますダブル目が1回2回で次ここに来て戻ったら終わりだなというのを覚えておくといいと思いますで次の段でその次の段で一気に段消しして いよいよくっつけてつま先を編んでいくことになります3回ダブル目を作ってでこっちにも作って戻ってきましたでここでもう断消ししていこうと思うのでまだマーカーをつけたまんまでにしていますでその隣ダブル目作ったのにここにつけたまんまにしていてそうするとね段消しするのを忘れないと思うのでちょっと 邪魔だな何かあったっけあ,あダブル目があったという感じでそのままにしていますここを消していきたいと思いますこのマーカーの前の赤2本がダブル目ですまずは2目編んでいってこれをなんかこう V の字になってるっていうか赤と黄色でほら V の字 X みたいになっているんですねこう絡め合ってるので ここをこう1本だけじゃなくて、2本になるように針と針をこう沿わせるようにしてこいきます。そうするとほら x がよく見える。それを2目一度します。表編みで大丈夫です。で、マーカーも外してオッケーです。で、12。34と編んだらまた出てくるので。こんな感じで x を2目一度。1, 2 3 4あこれは黒と黒だからちょっと分かりづらいけどこれでダブル目が終了なので端まで編みますそしてここで63目の方2目一度して減らしていきたいと思いますひっくり返してやりやすい方法でいいと思うんですけどえっ、ー、と左上2目一度は私が好きなので。 こうやって左上2目一度を最初ね滑り目なんですがもうここでしちゃってで減らしておいて61目62目か今のところでさっき断消ししたところも普通に編んでいきますこっちもマーカーの手前がダブル目なので断消ししていって 2目一度してまたここに戻ってきたいと思いますこっちだってわかるようにちょっとこれをつけておきますねマーカーをつけておきたいと思いますここまで編んで戻ってきました一応確かめてこっちが30目でこっちが31目でした こういうふうに履くのが完成です。なんだか短いなと思うんですがガーター編みって結構伸びるのでここに足首は私の太い足首でも入りました大丈夫です。ではいよいよこんな感じいつもの靴下の形に戻していきたいと思います。とっても簡単です。まずここ15目編んで,で そこは2目ゴム編みをしてで最後16目をこう編んできて16目目とここをくっつけて輪にしていきたいと思いますここを2目一度する感じでなので61目なんだそうですよく考えてらっしゃいますねではではいきたいと思いますついでにマジックループもいつものに戻すようにしていきたいと思います。表編みみたいに針を入れて滑り目 この目を入れて1 5目編みます1・2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5もうここからねあのひなちゃんさんみたいに透かし編みをこう入れちゃっても。 ここからスタートすると、ここ一番見ますもんね。端の甲のところね。このところでもスタートしてもいいと思います。でここでちょっと引っ張っておきます。ここくっついちゃっても大丈夫なので、でマジックループのスタートです。何だったらここもね、こう引っ張ってもいいと思うんですけど。でここ、えー、足の裏の部分は2目ゴム編みをするので、表編みから始まって表編みで終わる2目ゴム編み。 表表、編み2目でで始まりまりす1 2表裏、裏でいきますえっ、ー、と30目になるまで1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 適当なところでこうして多分30目超えてるだろうなっていうところまで超えてないかな16で裏編みで終わったから171819202122232425262728 29。30ああ31目でした。表編み2。目で終わる表編み2。目で始まって表編み2。目で終わるでここ多かったらこう。引っ張ればいいし少なかったらこっちからまた持ってきて30目になるように表2。目最後終わるようにします。こっちが足の裏です。ぷっくり可愛いですね。で、ひっくり返して。こっちが多分16目あると思います。 ににししろろやとにしろありますねここを2目一度して最後くっつけてあとはつま先を編んでいくという感じです。いやーなんかかかとのねあの難しさとかも簡単にクリアできて面白い発想だなと思いました。ここは好きな 2目一度行っていいそうですが私はこっちのこう重ねる左上2目一度でここに隙間も作りたくないのでできるだけ近くにこうしてね行きたいと思いますでここの左端が編み始めということになるので今度はこっちにマーカーをつけてねいきたいと思いますこれでもも後ろも 30名ずついついもの靴下になりますここでねこう初めて編んだなんか足が入るかどうか試してみても楽しいんじゃないかなと思います。でこのあとどれくらい編むか問題なんですがガーター結構伸びるので伸びた状態で測ってもあれなんですがうんえー、っと。 私のまんまるまるつま先は16段で約4センチまあ糸とか針とかにもよると思うんですけどまんまるまるつま先編んだことある方はね約4センチあ四4センチちょっとかないや4センチ2ミリぐらいかなまあ4センチとして計算しましたでいつもなら伸び2センチって思うんですがガーターの部分もあったので伸び4センチと計算してなんか10えっとね 作りたい長さ -8 例えば23.5の方は15.5になるまでしかもねどっから測ったらいいかがちょっと難しかったんだよな。なのでこの本当はここの線かなと思うんですけどそれは伸ばしてだと思ったのでこうとにかく平らにしてですねこれも糸によるかもしれない。 ちょっといつもよりね短くて済むんですだから早くて済むし毛糸も少なくて済むうん、15.5この本当はかかとの平らな部分も足した長さにしてしまいましたぺこっとしてペタッとしてこの部分も足して、えー、とマイナス8センチのとこまで編んだら まんまるまるつま先を編むという感じです。まんまるまるつま先については、ここで取らなくてもいいかな。<laughs> 申し訳ない。えー、っと、最初、まあ、15.5センチまで、こっちは二目細編み、こっちはメリアス、まあ、模様を入れた方が正しいと思うんですけど、編んできて、えっと、そしたら、一番最初に、 2目一度します。こっちは SSK。で、こっちは左上2目一度。えっと、まんまるまるつま先の逆っていう動画も忘れなければ概要欄に載せておきますので、もし忘れていたらそれで検索していただけたら嬉しいです。で、3段編んだらまた減らし目。2段メリア3にしたらまた減らし目。1段あのメリア3にしたらまた減らし目。で、その後はもう24目になっていると思うので、毎段減らし目。 をしました。一応今回は1目編んでから減らし目をしたらこれくらいの厚みになりました赤い靴のひなちゃんも一緒かなで最後8目になったらえメリヤスハギをしました。そっちの動画でメリヤスハギもしてると思うのでそうするといつものまんまるまるつま先になります今日は赤い靴のひなちゃんの フットカバーをせていいいたたただという動画でしたこれからこれがいろんな風に展開していくと思うのでお楽しみに何かリクエストがあったり質問があったらこちらの方までお寄せくださいじゃあみんな大集合して今日は終わりにしたいと思いますすごいね今日も最後までご覧くださりどうも ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう